でもまだ買ってない。どっち買おうかな、どっちがおすすめ。なんかでもあのタイムラインで流れてくるチリっていう人がめちゃめちゃ土星壁なことだけはわかる。こいつに恋をするという未来だけは確定している。この人に恋をするんだろうな自分は、という予感しかない。あのチリさんのファンアートだけでももう好きってなってる。いや、やばいよね。絶対チリ様のこと好きになってしまうと思ってるが確定。画面酔いはバイオレットの方がしにくいらしい。そんな違いある？はえー、習慣が好きならスカーレット、機械感が好きならバイオレット。どっちも好きだからな、両方買うか。はえー、どっちも好きだな、選べないな。はにゃにゃー、なんてことだ。両方買うか。どっちも好きだな。はにゃー、中間と機械感か。よく読むのは機械感だけど、でも中間もたまに読むといいなって思うしな。最悪だろこの配信。マジで。まあ、全て虚言だからこの配信は。虚言。ポケモンの話っすか？ちょ、アンケート取るか。アンケート開始。